県物大樹木園熊本駅、県物大樹木園の一環物大樹木園は、熊本県熊本市中央区にある植物園。1952年に開園した。当時、農林省林野局熊本営林局長であった、大坪富士市が全九州の営林所に声をかけて、標本樹を集めた。九州森林管理局の所管であるため、様々な植物の研究も行っている。 名前の剣物台の由来は、熊本城主細川家家老職、長岡剣物が、熊本城北の守りとしてこの地を固めていたことから、来ている。ただし実際は、東園の敷地は、長岡図書の敷地であり、長岡剣物の敷地と間違われて名付けられた。内大人森林鉄道ディーゼル機関車園内には、九州の郷土樹種である、常緑紅葉樹を中心に、 各地の樹種を増援的に植栽している。他に盆栽、草花等を合わせると141か793種、約2100本に及ぶ植物が植栽されている。園内には森林博物館があり、そこには樹齢約1360年の薬杉円盤がある。また森の図書室には樹齢400年のタブ円盤をはじめ、森林、林業、 自然に関する図書がある。その他に、薬草園、盆栽展示棚、富士棚、チューリップ、バラ園等があり、開花の季節には大勢の花見客が訪れる。他に、森林鉄道用の 762mm 機関ディーゼル機関車が保存されている。旧野米林書管内の内大臣森林鉄道で使われたものである。ここにあると明言している文献にある樹木のみ挙げたが、 実際はこれ以上存在する。剣持大樹木園熊本市観光ガイド安楽2013-1から2 0に実際は、もみじば風。ありがとうございます。